の前の休日にハイキングに行ったら、何か不思議な雰囲気の男女のグループが、後々調べてみたら、ハイキング合コンというものがあるそうです。<ー>え何も山登りをしながら合コンしなくてもと思うのですが、お二人はどんな催しをしたら人が来てくれると思いますかということでありがとうございます。何登るんだそれでもさ、合コンとして成立すんのかなでもやっぱり男性がリードしてくれて、ああ、そこ。そ 姿に女子がキュンとするみああ、うんうん、ーなるほどね。だ今だっていろいろあるんでしょなんかね、あの、料理合コンとか。これいいね。これはね、まあ、料理教室行ったらね、普通に男の人もいるし、出会うことありますからね。うん、え、謎解き婚。ああ、楽しそううん。で、ちょっとあの、無人島合コンとお化け式合コンは、 ね、釣り橋効果に頼りすぎてる感がすごくて。統 <laughs> 合感はちょっとひどいですね。ちょっとね、想像もつかないしね。うん。うん、でも私、謎解き合コン あの、ものによってなんですけど、4人でやるものですとか、6人でやるものでして決められてる場合って、初めて会う方と一緒にグループを組んで、そうそうそう、そう、らしいね。やったりするんですけど、たまたま友達と行って、向こうも友達何人組かで一緒にやった中に男性の方がいたんですけど、ガチすぎて、もう、キレられるんですよ。怒られるっていうか、怖いそう、これやってくださいって言われて、はいって言って考えるんだけど、苦手なもの るじゃないですかでうん、うん、全然できてないと、うん、できましたって言われて。うん、いや、まだちょっとわかんなくて,って言ったら、もういいですよって言って、髪をられ、いすいませんって言って、優しくしてよだから結構難しそう。本気になりすぎると、逆にうまくいかないくなっちゃうというかね。うん、あそうだねうでも料理はいいな確かに、好みとかも食の好みとかもさ、それで見れたりするから。ねなんか、こういう合コンいっぱいあるけど、 なん、え、普通の合コンじゃダメなの普通の合コンじゃもうダメだからこういうのを開いてるってこと だから一緒に何かをするとか。あ,あ、そっかそっか。はい。成し遂げるみたいな。うん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 。ので、うん。なんか仲間感というか、ちょっとね、意気投合してみたいな。そっか。私でもこういう風に何かを一緒にするよりも、話してみて面白いか面白くないかで好きかどうかって考えちゃうから。人となりよね。そうそう。だから、だったら普通に喋る合コンの方が絶対いいと思うんだけどなって考えちゃうんですけど。まあ、ああの、上級者向けですね、うん、これは。 あと、普通のでも合コンです。どうぞって言われたとき、どうしていいか分かんなくないですか <laughs> まあ目の前の男性と話すよね、とりあえず。<laughs> でも、目の前って言っても、え、自己紹介まずします。<laughs> え、ちょっと、じゃあ、やりましょう。一回どっちが男どっちが男私が男やるね。わかりました。もうじゃあ、スタートどうも、はじめまして。お名前はあ、は大久保留美よっています。あ、日高かです。あ、すごい可愛い名前ですね。あ、<laughs> ありがとうございます。あ、ひださん、あのー、お仕事は何されてるんですか 言えないですね。い <laughs> やいや、やや言えないよ、だって。<laughs> なんで言わなきゃいけないんですか嘘 <laughs>。う,うん、看護師です。あ、そうなんだ、看護師大変そうな仕事だね。はい、そうですね。<ー>でもいろいろ、あんま言えないんですよ、そういう情報とか。あ漏洩とか厳しくて。あ、そう、そうなんだ。ルミオさんは、ちなみに。僕サラリーマンなんだけど。サラリーマンはい、〇〇商社ってとこに勤めて,てあ、知ってます。あ、本当に <laughs> 何かあったらぜひ<え>、い。つでも、はい。いや、無理だわ<ー> <laughs> これ難しいねえ、だってさ、もう出会いを求めていますって来てさ、うん、え、好きなタイプとか、でも、緊張しませんでも、でもさ、あの、出会いを求めて来てて、がっつかれないってことは、あ、もうこの人は私のこと好きじゃないんだなとか、俺のこと興味ないんだなって、一瞬で分かっちゃうから。そっか、じゃあある程度、うん、なんか、興味ありますっていうのは出した方がいいってことなのか。 でも、興味ありますって出して勘違いされても困るもんね。難しい <laughs> <ー>合コン,って合コンって難しいでも、普通にさ、友達とご飯に行ったお店で合コンっぽいなっていう人っあ,あるあるあるやっぱり世間は合コンしてるんですよねと思うんだけどなって考えちゃうんですけど。まあ、あの、上級者向けですね、うん、これは。あと、普通のでも合コンです。どうぞって言われた時、どうしていいかわかんなくないですか, <laughs> まあか目の前の男性と話すよね、とりあえず。でも、目の前って言っても、え、自己紹介まずします。 え、ちょっと、じゃあ、やりましょう、一回ど。どっちが男どっちが男私が男やるね。わかりました。もうじゃあ、スタートどうも、はじめまして。お名前はあ、お名前。大久保るみよっています。あ、ひだかりなです。あ、すごい可愛い名前ですね。あ、ありがとうございます。あ、ひだかさん、あの、この前の休日にハイキングに行ったら、何か不思議な雰囲気の男女のグループが、後々調べてみたら、 ハイキング合コンというものがあるそうです。<ー>え何も山登りをしながら合コンしなくてもと思うのですが、お二人はどんな催しをしたら人が来てくれると思いますかということでありがとうございます。山に登るんだ。 それでもさ、合コンとして成立すんのかなでもやっぱり男性がリードしてくれて、あそ,その姿に女子がキュンとするみたいなああ、うん、なるほどね。だ今だっていろいろあるんでしょなんかね、あの、料理合コンとかあ。あ、これいいね。これはね、まあ料理教室行ったらね、普通に男の人もいるし、うん、出会うことありますからね。うん、え、謎解き婚。ああ、楽しそううん。で、ちょっとあの、無人島合コンとお化け式合コンは、 釣り橋効果に頼りすぎてる感がすごくて。そう、投合コンはちょっとひどいですね。ちょっとね、想像もつかないしね。うん。うん、でも私、謎解き合コン、あの、ものによってなんですけど、うん、4人でやるものですとか、6人でやるものでして決められてる場合って、うん、初めて会う方と一緒にグループを組んで、うん、あそう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 。そう、らしいね。やったりするんですけど、うん、たまたま友達といって、うん、向こうも食の好みとかもさ、うん、それで見れたりするから。ねなんか、こういう合コンいっぱい、 あるけどなんえ普通の合コンじゃダメなの普通の合コンじゃもうダメだからこういうのを開いてるってことだから一緒に何かをするとか。あ,あ、そっかそっか。はい、成し遂げるみたいな。うんうんうん。 なので、うん。なんか仲間感というか、ちょっとね、意気投合してみたいなそっか。私でもこういう風に何かを一緒にするよりも、話してみて面白いか面白くないかで好きかどうかって考えちゃうから。人となりよね。そうそう。だから、だったら普通に喋る合コンの方が絶対いい。もう友達何人組かで一緒にやった中に男性の方がいたんですけど、<ー>もうガチすぎて。<ー> 切れられるんですよ。なんか怒られるっていうか。怖いそう、これやってくださいって言われて、はいって言って考えるんだけど、苦手なものとかもあるじゃないですか。全然できてないと、できましたって言われて、いや、まだちょっとわかんなくてったら、もういいですよって言って、髪を取られ、すいませんって言って、優しくしてよそう、だから結構難しそう。本気になりすぎると、逆にうまくいかないくなっちゃうていうかね。そうだね。でも料理はいいな確かに、好みとか。